皆さんこんにちは。レンジでお夕飯です。今日はレンジで簡単に作れるキムチ鍋をご紹介します。お鍋の素を使わずにお家にある調味料で作れるので、ぜひ試してみてください。耐熱容器を用意します。食べる時に使うお皿で作ると洗い物が減って楽です。豚肉 80g、 片栗粉小さじ 1/2、 小麦粉でも大丈夫です。顆粒だし小さじ 1/2、 お家にあるお好きなもので大丈夫です。みりん小さじ1、お醤油小さじ1、お味噌小さじ1、お水 50cc、 お肉に調味料をなじませます。キムチ 80g、 辛いのがお好きな方はキムチの量を増やしてください。調味料とキムチの代わりにキムチ鍋の素を使っても大丈夫です。お皿に入るお好みの具材を入れていきます。ここでは白菜、豆腐、えのき、ニラを入れています。ラップをしてチンします。加熱後お肉に赤い部分があれば追加でチンをしてください。出来上がりです。体の芯から温まる簡単美味しいお鍋です。レシピは概要欄、コメント欄にあります。よかったらチャンネル登録お願いします。皆さんのお夕飯作りが少しでも楽になれば嬉しいです。